んだよ、なになに。あのさ、宇宙はさ、俺はさ、障害者だから障害者としてしか生きられないのかな。どうなんですか。お前は耳が聞こえない。だから将来の選択肢が少ない。けど一人の人間として、そういうどっかで聞いたようなことじゃなくてさ、じゃあ言うけど、お前は一生障害者だけど、俺だって一生俺のままだ。身長はお前に負けっぱなしだし、バレンタインのチョコだって勝てないし、偏差値は中の中のままだし、お前みたいな障害じゃないけど、俺だっていろいろだよ。けどみんなそのいろいろを抱えてさ、自分らしい場所を選ぶしかないんだよ。そっか。お前、何かあった？こんにちは。うわ、うまそう。俺も食いたい。ダメ、病人限定。同居人のお前が作れないって言うから俺が作ってんだろ。居候なんだから掃除と洗濯くらいはしてんだろうな。やり方わかんなくて。じゃあ何もしてねえじゃんかよ。ダメな女と同棲してるみたいですよ。こんにちは。お、来た来た。これでメンツ揃ったな。いろいろごちゃごちゃあったけど、このメンバーでコンテスト目指して頑張ろう。いいんすか。まあ本気ならな。じゃあ決まりね。はい。この4人で3月11日のコンテストに出場する。頑張るぞー。あーおーおー、いいねいいねいいね。じゃあさ、もうかもかもかもか、はーはーはー、よし。じゃあ目標は地方予選突破、全国大会出場だ。おーい、カロ先輩は出場しないじゃないですか。いいからいいから、俺も一肌脱いじゃうからさ。脱がないでください。脱ぐったら脱ぐんだよ。3月か。どうかした。おい、あと1ヶ月ちょっとしかないから、曲は決めたやつで行くしかないよね。あと問題は服か。どうした。どうしたの。ごめん、俺やっぱりみんなと一緒に踊れない。抜けっから。じゃあ Beep.